はい、本日はですね、Google Sleep を紹介していきたいなというふうに思います。でですね、まあ、Google Sleep がどれかっていうと、これではなくて、これ付属で付いてたカバンなんですけど、Google Sleep っていうのは、ベッドマットになっててですね、まあ、それを購入したっていうことになってるんですけど、まあ、僕以前ですね、Instagram のストーリーで、ベッドマット購入しましたみたいな感じで、ストーリー上げたんですけど、その時に視聴者の方から、ちょっと私腰痛で悩んでるので、もしよかったらレビュー動画作ってもらえませんかっていうふうにおっしゃっていただいたんで、じゃあ作ってみようかということで、今から作っていく流れにはなるんですけども、この Google Sleep っていうブランド、じゃあお前どこで知ってんって感じだと思うんですけど、もともと僕は雑誌でオーシャンっていう雑誌があるんですけど、それを見てた時に載ってるなとは思ってて、まあ確かにベッドマットって変えたらちゃうんやろうなぐらいには思ってたんですけど、まあ何気なくその時は見てたんですけど、そっから何ヶ月かした時にたまたま横浜にいてて、イベントでこの Google Sleep を試せるというイベントがあったんですけど、その時に嫁と一緒にいてたら、一回ちょっと寝転んでみようかと思ってパッて寝転んで、めっちゃええやんこれと思って、その時からあのベッドマットちょっといつかは買いたいなと思ってて、でズルズル来てようやく、まあ最近購入したっていう流れにはなってるんですけど、僕もともとは睡眠がですね、睡眠障害まではいかんけど、中途覚醒って言って一晩寝れないことが多くてですね、夜例えば12時寝ても2時4時6時とかに起きたりすることあるんですよ。で一応朝から活動はするんですけど、なんかもう目は死んでる、こう行っちゃってる状態でずっと作業とかしてるので、なんかちゃんと寝たいなとずっと思ってて、でそれこそ枕変えたりとかでベッドマット変えたりとかっていう流れの一環として、まあ今回購入したってことになってるんですけど、まあもう実はですね、1ヶ月くらいもう試してて、あここが良かったなとか、あこれちょっと微妙やったなみたいなところが何個かあるんですけど、まあその前にですね、皆さんにはまず開封動画から見てもらいたいなと思いますので、まあ、大体1ヶ月ぐらい前、6月下旬ぐらいに撮影してるのがあるので、そっからまず見てもらいたいなというふうに思います。では、Google Sleep開封動画どうぞ。はい、本日はですね、こちらの Google Sleep を開封していきたいなというふうに思います。今我が家の寝室で行ってはいてるんですけど、夕方までずっと普通に作業してて、ピンポンってインターホンになったらこのどでかいのが届いてですね、もう平日の終わりなんでもうクタクタなんですけど、今から開けていきたいなというふうに思います。ちなみにこれは結構重くてですね、男性一人でもなんとかこう移動させれるぐらいの重さになっているので、結構重たいですが、開けていきますね。これね、袋やエコバッグ、よかったやん、エコバッグやったやん、ありがとう。不要となった古いマットレスを廃棄する際にお使いください。これ僕廃棄したんで、後でその映像を見てもらいますね。もうだからもううちには今マットレスありません。古いやつ捨てました。これ空ばかり。今これがマットレスになるから、もうベッドの上で開けた方がいいか。そうですな、動画ないでは向き変えようか、うん、ここから開けてくださいって。うん、あれしないでね。うん、そうね。頑張れ頑張れ。あ、広がってきた。あ、本当だ。おお、もこうってなってきた。もっこりしてきたね。もっこりしてきた。おー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 おおお。ほら。すごい。じゃあ行きます。ちょっとだけだから。うん、ちょっと開けね。うおー。うおどうどうどう。最高。寝転んでみ。だからこうやっていたら、あ、やばい。めっちゃ気持ちいい。何これ。なんか高反発なよな。ちょっとまあ寝てみやな、でも分からんから。寝転んでる感じはいいけど、寝れるんかほんまにどうかっていうのは分からんから、まあ、一回寝てみるわ。何日間か、うん、だからまたちょっと何日か後にまたレビューっていうか結果発表みたいなします、うん、でそれでほんまに寝れたかどうか、で寝れんかったら100日間トライアルで返金というか返品もできるから、まあうちに関してはもうマットレス返しちゃったっていうか捨てたから、返品したらもう寝るとこないんだけど、
だからいやでもこれで寝ていかなかったけど、まあどんな感じかまた2週間後ぐらいに会いましょう。じゃあ今何日や。それで6月の23日の6時7時前夜の、うん、今から飯食って寝てまた2週間後ぐらいに会いましょう。ではさようなら。はい、ということで、まあ、大体1ヶ月が経ったということになってるんですけど、今4月の中旬ぐらいなんで、まあ、おおよそ1ヶ月ぐらいってことになってて、実際使った観測でどうやったんかっていうところの話をしていきたいなと思いますが、まあ、あくまでも僕個人的な意見やとちょっと参考にならないこともあるかなと思うので、まあ、僕と嫁の感想っていうのがあるので、まあ、その辺をお伝えしていきたいなというふうに思います。まあ、まず僕の感想としてはですね、1ヶ月使ってみて寝れる時間が増えたんですよね。だから中途覚醒のタイミングが減ってきて、まあ、それこそ夜の11時とか12時から寝たら朝までしっかり寝れるっていう日が増えたんで、まあ、本当に行っちゃってる目からちゃんとシャキッとこう目が起きた状態で撮影ができるようになったんで、まあ、かなり生産性は上がったかなというふうに思ってるんですが、それがマットレスのおかげやったんか何のおかげやったんか模様替えのせいやったんかなんかわからないんですけど、一応まあそれでしっかり寝れるようになったっていうことになってて、で嫁の感想としてはですね、まあ、クッションの構造がまずめちゃくちゃ気持ちいいっていうことやって、クッションがですね、なんかバネじゃないんですよ。なんかクッションが何層かに入ってるような感じになってるので、こうパって寝転んだらバネで跳ね返されてる感じじゃなくて、こう包み込まれてる感じになるっていうか、まあ、包み込まれてるんですけど、そういう感じになるので、もう寝転ぶと気持ちいいんですよね。でこう今まではずっと僕バネのマットレスで寝てたんで、こう押し返されてる感というか、だから音も鳴ってたんですよ。ギコギコみたいな、まあギコギコまでいかんけど、なんかちょっとバネの跳ね返ってる音って聞こえたんですけど、今バネ入ってないんで、ファサって寝転んだらファサって包まれるような感じになってるので、まあその辺は良かったところかなという感じでは思ってて、まあ嫁もそういう感じでは言ってるんですが、まあ、ただデメリットもあってですね、まず僕が思うデメリットとしてはですね、最初開けた時って要は密閉されてたじゃないですか。ぐるぐるに巻かれて密閉されて、開けた瞬間に膨らんでいったと思うんですけど、ずっと密閉されてるので最初の3日間ぐらいはやっぱ匂いするんですよね。なんかウレタン独特の匂いというか、こう化学繊維的な匂いっていうのがどうしても結構するので、多分あの梱包の仕方をすると仕方ない部分ではあるかなとは思うんですけど、まあ、そういったウレタンの匂いが最初の3日間ぐらいですね、3日過ぎるともうほぼ匂いはしなかったんですけど、若干したかなという感じになってて、で次にですね、我が家は一応マットレスの大きさっていうのがダブルになってるんですけど、横幅が140センチのダブルになってるんですけど、ダブルやったら男の人じゃないとちょっと移動はさせられへんやろなっていうぐらいの重さで、最初はこんな縦長できたと思うんですけど結構重いんですよね。だからあれは多分女の人では多分運んだりできないと思うので、最初開封は多分男の人じゃないとちょっと厳しいかなという感じでは思います。で次のデメリットっていうのが、嫁が言ってたんですけど、最初も言ったみたいに、その柔らかくて、柔らかいのはいいんですけど、その柔らかさに体が慣れてないから、そのバネに跳ね返されてるのに慣れてるから、どうしても最初は慣れるまでに時間かかったって言ってて、どれぐらい時間かかったって言ったら、1週間から2週間ぐらいしたらもう全然普通に慣れたけど、それまではなんかこう柔らかすぎて慣れるのに時間かかったって言ってたんで、この辺はちょっと個人差があると思うんですけど、僕に関してはもう初日からぐっすり寝れてたんで全然慣れることもなかったんですけど、嫁は1週間から2週間ぐらいかかったとは言うてました。でですね、僕は若干睡眠障害というか、途中で起きるのはあるんですけど、腰痛がそこまでないので、腰痛がある方がどんだけ軽減されるかっていうのは分からなくて、実際レビューとか見てても、腰痛が治りましたって言ってる人もいてれば、全然効きませんでしたっていう人もいてるので、あくまで個人差があるので、ちょっと分からんかなという感じにはなります。で、一応これがですね、100日間無料トライアルってあるので、もし合わんかったりとかしたら、こう返品というか、全額返金してもらえるので、合わへんかったりとかしたら、100日以内であれば返金というか、返すこともできるので、そういった時はなんか同じようなキャンペーンしてる会社のを一回試してみるっていうようなやり方っていうのが一番おすすめというか、マットレスやから自分で使わな分からんじゃないですか。人の口コミとか人のレビューではあんまり分からん部分もあると思うので、実際自分で試していくっていうのが一番いいんかなと思うんですけど、僕今回その視聴者の方からそうやってお声いただいたんで、そうやったらちょっと Google スリープの方にちょっと電話して、なんか安くできひんかなと思って、視聴者の人が安く買われへんかなと思って電話して、すみません、YouTuber の拓蔵って言うんですけど、 Google スリープ紹介するんで僕の視聴者の人に安くできませんかって聞いて、でそっからなんかいきなりすぎて1週間ぐらい待たされたんですけど、上の方に繋いでもらったら一応なんか僕の動画見てもらった方には 20% オフで購入していただけるっていう風に話がなったので、ここまで見ていただいてる方は下の動画説明欄にも書いてあるんですけど、クーポンコードっていうのを発行してるので、それを打ち込んでもらえれば 20% オフで今回 Google スリープは購入できるんですが、ただなんか期間が確か9月の1日かなんか9月までかなんかそんな感じだったと思うんで、もし購入を検討されてる方は、そのクーポンを使っていただいて
てもいいですし、別に、まあ、全然使わなくても購入はできるので、まあ、ただ単純に僕がアポなしで何とかこぎつけた話になってるので、別に全然使う必要とかはないんですけど、一応まあそうやって安くが買えますよというお話になってるので、もし仮に安く買って合わへんかったら返品もできるし、でまたその時は違う会社の100日トライアルとか、まあ、100日はあるか分からないですけど30日トライアルとかあったりすると思うので、まあ、そういうの試していきながら、まあ、自分に合ったやつがいいんかなというふうには思います。でですね、一応あの最初開けた時僕なんかあのハサミで開けてたんですけど、一応その開けるやつもあったりしたらしいんですけど、なんかあのそんなん僕説明書とか見る前に全部開けてたんで、なんかこういう説明書見たらそういう開け方もちゃんと書いてあるし、でさらにあの洗濯の仕方とか、あとは体になれるまで丸1ヶ月ぐらいかかりますよとか、なんかそんなんいっぱい書いてあったりするので、まあ、僕こういうの読まんと全然入っちゃうので、まあ一応そんなんもあったということになってますので、一応、100日間無料トライアルとあと10年保証も行われてるということなんで、101日目が過ぎて修理がしたいとかやったら、10年間も保証がしてくれるということのようです。でまあ一応我が家は一応今30日ぐらいなんで、まあ100日以内に返品することは多分ないと思うので、まあ2人ともあの体には合ってるので、これからも使っていきたいなというふうには思います。まあ一応睡眠って人生の3分の1があるじゃないですか。まあ言ったら大体3分の1ぐらい睡眠って寝てる時間が長いと思うので、まあそれやったらあのバネにボヨンボヨン跳ね返されてる中寝るよりかは、まあ、ちゃんとした体に包まれた状態でいいと思うので、まあ今回は購入してよかったかなというふうには思います。で一応これベッド以外にもあの床でも使えるらしいので、ベッドじゃないっていうあの床で寝てはる方も、もし悩んではる方がいらっしゃれば、まあ、参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですね Google スリープのマットレスを1ヶ月使ってみてどうやったかという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。